ファラリスのために作ったお牛に入れられるペリロス・ファラリスのお牛ファラリスのお牛とは古代ギリシアで設計されたという処刑のための装置である。シチリアと、アグリジェントの選手であったファラリスは目新しい死刑方法を取り入れたいと思っていた。アテナイの真鍮芋の死であったペリロスがそれに応えてこの装置を考案しファラリスに献上した。真中で鋳造された中が 空洞の大牛の像であり、胴体には人間を中に入れるための扉がついている。受刑者となった者は、大牛の中に閉じ込められ、牛の腹の下で火が焚かれる。心中は黄金色になるまで熱せられ、中の人間を炙り殺す。大牛の頭部は、複雑な筒と線からなっており、苦悶する犠牲者の叫び声が、仕掛けを通して、本物の牛のうなり声のような音へと変調される。 ただし、ディスカバリーチャンネルの番組でこの器具が検証された際、当時の金属精度や技術力では人を殺傷せしめるほどの温度上昇は不可能で、器具の実在自体に疑問を呈していた。また実在しても、処刑器具としての役割は果たせなかったであろうとしている。ファラリスは、王う本体と音響の効果を製作者であるペリロスに、自身で、試せと命令した。 この命令が残酷な罠だとは思いもよらなかったペリロスは命令通りにお牛の中に入って調べ始めた。ファラリスはこの機械を狙ってお牛の鍵を閉め火をつけた。モダへ苦しむペリロスの叫び声がお牛の唸り声となり、ファラリスはペリロス自身による試しを確かめることになった。ペリロスは自身が制作したこのお牛の最初の犠牲者となったのである。 ローマ人の記すところでは、幾人かのキリスト教の殉教者に、この処刑道具が使用されたという。キリスト教の伝説的な聖人である聖、エウスタキウスは、ハドリアヌス帝によって、祭祀もこの大牛で炙られた。また、聖、アンチパスも、同様に、92年、ファラリスの大牛の中で炙り殺された。彼はドミティアヌスが、 キリスト教へ迫害を行っていた頃のペルガモンの司教であり、また小アジアで最初の殉教者であった。この装置は、その後も2世紀にわたって用いられた。やはり殉教者であるタルススのペラギアは、ディオクレティアヌス帝によって焼かれた287人のうちの一人だったと言われる。ファラリスはお牛を、煙が吹くいくたる方向の雲となって立ち上るように、設計するよう命じた。 中の死体は、照りつく宝石のような骨となり、ブレスレットとして仕立てられたとも言われている。後に、ファラリスも、選手の地位を奪われたとき、自身がそのお牛の中に入れられて焼き殺された。ファラリスはこの牛の最後の犠牲者になったのだ、と伝えられている。ザ・ブレイゼンブル。2009年5月11日閲覧。ヒートトーチャー。2017年2月2日時点のオリジナルより、 アーカイブ2009年5月11日閲覧 ABC ペラーローズオブザブレイゼンブル2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年5月11日閲覧ありがとうございます